こんにちは、えっちゃんです。アルハです。今日はいろんなお絵かき系クリエイターさんがやってたんで、うん、いいなと思って2人でやってみたかった企画。なんでしょう。プロのイラストレーターと初心者お絵かき。なるほどね、これがね、線画を交換して、うんうん、色を塗ろうって。うわ、びっくりした。呼吸止まっちゃうかと思った今。何今の。危ない、酸素なくなるかと思った。色を塗ろうっていうね、交換してね、はい、線画交換して塗り絵する企画になります。オッケー。で、今回は10月に、はい、無限列車編がやる鬼滅の刃の炭治郎くんを2人で15分で描いて、はい、線画を交換して塗ろうっていう企画になっております。はい、どんな絵になるかってことですね。そうですね、まず15分でどこまでの線画が描けるか、うん、あ、そっかそっか。線画をね、交換して塗った結果どうなるかっていうのをやっていきましょう。は、うんうん、い。それでは暗い。ではですね、15分間測りますね。15分、15分で線画を描きます。スタート。見ていいんだもんね。はい、資料を見て OK です。同じ炭治郎くんを描きますからね。うん、15分って結構短いよね。てか俺下書きで終わりそうな気がしてる。難しいよね、なんか若干特徴的な。パパ、え、パパっつった今。言ってないよ、何言ってんの。最近ね、オルハくん結構動画内でもイラスト描くこと増えたけど、うん、楽しい。でもあれトレースだからね。まあ、トレースはいえさ、やっぱ描く。まあ、でもなんかね、なんかトレースをめちゃくちゃいっぱいしてると、うんうん、なんとなく絵をね、こう描けてきてる気はするからね。あ、なんとなく見えてはきた。まずはさ、こう絵を楽しむことだから。そうそう、結局トレースとか模写で上手な絵が描けたら最初は嬉しいじゃん。そうそう、そこにまず今そのペン行った方がいいって私は思ってる。よし、ちょっとペン入れします。どれがペン。ペンはね、これですね。うん、はい、なぞっていきましょう。あ、でも結構ね、炭治郎くん耳たぶしっかりしてる。そうなんだ、貧乏だったのね。福耳的な、ちゃんとそういう福耳っていう意味を求めちゃう系ね。残り5分です。おお、まあまあまあ、線画は終わるかも。これはね、相当変な塗り方しなければいいと思う。うん、これね、塗り方次第で化けるって感じ。うん、ああ、だから塗りがいあるよ。本当？俺の塗りがいある。で、その柄とかそういうのはもう色に任せたって感じだね。その下書きの線消して完成かな。この企画において、うん、めちゃくちゃちょうどいい絵描いてる今。本当？私ちなみにまだ見てないから、うん、楽しみにしてる。めちゃくちゃちょうどいい企画において、うん、期待に応えてる感じはない。ダメだよ、ちゃんと本気で描いてね。めちゃくちゃ本気で描いてる。それが面白い。めちゃくちゃ本気で描いてのこれだからね。はい、はい、ということで15分経ちましたんで、うん、お見せいたします。じゃあ私から、はい、こちら、じゃじゃーん。いや、え、うまっ。なんか調子いい。もうこれでいいじゃん。調子よく描きました。めちゃくちゃうまいじゃん。15分の割には、うん、ここ最近の炭治郎の中で一番炭治郎に見える。映した？映してる、映してる。自分でもびっくりしてる。めちゃくちゃうまいじゃん、はい、めちゃくちゃ調子よく描きましたけど、うん、いい。では、オルハくん、こちら、じゃじゃん。おー、あれだ。まあまあまあ、でも一番ね、有名な、うん、あのポーズのね。そう、まあでもわかるでしょ。難しいポーズ描いたね。いい、ちょうどいい。ちょうどいいでしょ、この頭でっかちな感じとか。でもちゃんと本気で描いたのが見えるのが、バランスが取れてない感じがちょうどいいのよ、うん、イヤリングのとことかも。そうそう、あのね、炭治郎要素、あ、傷消しちゃった。じゃあ傷は描くよ。傷塗りでちょっと正しい、うん、はい、塗り次第ではこれめちゃくちゃ化けるよ、これ。どうなるか、じゃあ2人ともコピックとか色鉛筆自由に使って、うん、何分、30分ぐらいで塗ろうか。そうだね。はい、じゃあ交換。はい、おい。ではこっからはもうコピックとか、うん、こんな感じ、色鉛筆とかも。ああ、色鉛筆、はい、自由に使っていただいて、はい、塗っていきましょう。 OK。 はい、それではスタート。ちなみにコピックの使い方も、薄い色から塗る派と濃い色から塗る派がいて、私は薄い色から塗る派なんだけど。濃い色から塗ったら薄い色塗れなくない？影から塗っていくんだよね。いや、でも最近濃い色から塗る派が、派閥が多くて。派閥なんです。そう、びっくりしてる。もうね、うん、下書きがうまいから、うん、ほぼ俺にとってもこれ塗り絵。いや、でも私も塗り絵だよ。全然私も塗り絵ですけど、ただオラハくんが見た時におおってなってほしいから、それを目標にちょっと進めてきます。相馬灯に酔う戸惑う心震え
える手は使えないものがある。夜の匂いに制作に影響、制作に影響するんで。空にらんでも、黒っていいな。こう何ももうこいつには勝てないって感じするじゃん、黒。うん、こいつにはもう勝てないんだよ、黒って。守りこそ最大の防御。ん、当たり前のこと言ったね。当たり前のこと言ったね。すごく当たり前のこと言ったね。はい、ということで、はい、完成しましたね。無事に約45分にわたるお絵描き、うん、どんな絵が出来上がってるかって話なんですね。確かに変化量で言ったらえっちゃんの最後はいいかもしれない。じゃあオラフ君、俺下手だったから絵が。じゃあ僕の、いやオラフ君上手だったけどね。こちら、じゃじゃん。おー、うまいうまいうまい、めっちゃうまいじゃん。いいでしょ。背景もね、ちゃんと塗って。背景はこれなんかいろいろちょっとあの和の金粉をイメージして、金粉をイメージしてね。よくあるじゃん、こういう、うん、屏風の壁みたいなやつ、うんうん、うまいうまい。コピック使うの上手だね。塗り絵だったから、顔もちゃんと陰影が、うん、影がね入ってますね。そう、このね誤差が難かった、この肌色のね。うん、とても上手。素晴らしい。すごい、なんかイケメンだね、この。そう、ちょっとね、チャラくなっちゃったね。そう、はい、チャラジロになっちゃった。はい、じゃあ、じゃあ俺の、はい、いや結構苦戦しました。ちょっと下ぼくれな顔だったからね。線が難かった。どこが何だったの。素人で独特のシャッシャッシャッっていう線。そうだし、なんか服が入り組んでてちょっと難しかったんだけど、はい、私なりに解釈して塗ったのがこちら。じゃじゃーん。どうでしょう。結構形になったんだ。おお、だいぶすごい、なんかね、めちゃくちゃいいじゃん。上からちょっと黒の、めっちゃうまいやん。黒のコピックで、え、すごいね、洋服したんだけど、洋服すごいね。洋服も俺の描いた、俺がイメージして描いた絵と全然違う。背景もね、この和の、背景もちょっと和のあるこれある、ね、よくあるやつ、ね、雲みたいなやつね、うん。ベルトすごいね、ベルト。そう、ベルト履き出した。もうさ、01でしょ、これ。01のベルトになってんだけど。おそらくこれはベルトだろうと。すごく上手に。はい、これは良くなりましたね、うん。どっちも良くなったんだね。うん、ということで、はい、今回は、プロと素人が線画を交換して塗ったらどうなるかっていう企画だったんですけど、うん、お互いにいい絵ができた。平和。クソ平和な企画になった。平和だね。私的にはなんか結構、これすごいよ。なんかね、パキッとした感じ。そう。でも元の絵をね、こう残しつつできたんじゃないかなと。残ってる残ってる。うん、はい、はい。ということで、今回こちらの、お絵描き、まあ、1時間ぐらいでね、すごく楽しく遊べたので、うん、ぜひ皆さんも、まあ、ねずこちゃんでやってみたり、ぎゆさんでやってみたり、いろいろね、やってみてください。はい、それではこちらの動画が面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。まあ、今回私たちが描いた線画は Twitter の方に上げておくので、えっちゃんオルハくんと交換線画の気持ちでやってくれてもいいですよ。うん、はい、ということでみんな、またね、バイバイ。